こんにちは、嬉しさかの田島美香です。カジュアル茶道家として活動している福島美香です。はい、じゃあ今回も質問に答えていきます。はい、今回はですね、漆作家の田島美香ちゃんに漆の取り扱い方について質問していきたいと思います。はい、漆の取り扱い方なんですけど、はい、何かこう特徴とか気をつけた方がいいとことかありますか？そうですね、まず結構漆高いから怖くて使えないって人いらっしゃるんですけど、使った後の話なんですが、使った後は柔らかいスポンジに普通に中性洗剤つけて洗って大丈夫です。そうなんです、結構もう洗うのすらこう怖いわって なられる方いらっしゃるんですけど、そこはあまり気にせずに洗って、その後ただ布巾で水分を拭いてあげるとこうより長持ちします。で、ただ一個というか避けて絶対しないでいただきたいのが、電子レンジと食洗機、あと直火で炙るそれは破損の原因になるのでこう NG です。というのも漆は紫外線と乾燥にはすごい弱いので、そうなんです、あの強酸性のものとか塩酸とか全然大丈夫なんですけど、電子レンジとその紫外線系が本当苦手なので、直射日光もあまりこうずっと浴びっぱなしだと色も変化しやすいですし剥がれるのでやめましょう。で、ヨタ話としてはよく冷たいものを出すときにこう冷蔵庫で器ごと冷やして置いておきたい方いらっしゃるかと思うんですけど、冷蔵庫あの食べる直前、まあ、2時間とかくらい入れる分には大丈夫です。そのままそこにしまうっていうのはちょっと避けていただければ OK です。あともうごめんなさいもう一つだけあります。失礼します。で、沸騰したてのものをそのままお味噌汁とかをこうお吸い物はに入れるとこう塗りが白く変色してしまうので、そう、それはね戻らないんですよ。色一回変わっちゃうと塗り直ししなきゃいけなくなるので、なのでただすぐ飲める程度の厚さは OK です、大丈夫。ただ気になる場合はこう一度ぬるま湯を通してあげてからこう熱いもの入れると、その急激にこう温度が上がることは避けられるので、もしされる場合そういうゆっくりこう温度を上げてってあげてください。そうですね、あ、もう一個使うときかぶれるかも聞かれるので、可能性はゼロではないです。基本的に乾燥しもう硬化したものであればかぶれないですが、やっぱりこの体調とか個人差ってどうしても体質はバラバラなので可能性はゼロではないです。でもまあ基本的には乾いてるものならあまりほぼかぶれないとかな、そう思っていただいて大丈夫かと思います。逆に作る時にかぶれるっていうのはありますよ。これ避けて通れないと思います。強い弱いは程度はあってもやっぱり直でこうつくとかぶれますね、かゆい。そういう時はもう我慢せずに病院に行くか、こう冷やすか何か してください。じゃあ漆で何か作られる方は、まあ、そのかぶれるっていうことを、まあ、気をつけていただいて、ね、まあ、実際に漆の作品とか漆のものを使うときは、まあ、ちょっとそういうふうに教えていただくように、ね、ちょっと気をつけて取り扱いをしていけば、うん、まあそうですね、長持ち的には使ったらもう洗って拭いて戻す、それで大丈夫です。そこまで神経質にならなくても普通の食器も多分洗ったら普通に拭いてしまうと思うので、それと同じ感覚で OK です。はい、って感じなんですね。はい、大丈夫かな、大丈夫かな。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ今回はですね、漆の作品だったり漆の道具の取り扱い方について教えてもらいました、はい、ありがとうございます。はい、またご質問などありましたらぜひ。そうですね、コメント欄とかでも、はい、インスタグラム等々お待ちしております。はい、では見てくださってありがとうございます。ありがとうございます。また。